皆さん、こんにちは。安保闘争や学生運動がまるで嘘のように終焉していった1970年代初め、行き場を失った若者たちの激しい怒りや喪失感を、その異形とも言うべき強い存在感で体現した俳優、それが原田芳雄さんです。今回は原田芳雄さんの死去や家族に関する話をご紹介しましょう。本名原田芳雄、生年月日1940年2月29日、没年月日2011年7月19日、享年71歳、出生地東京府東京市足立区、死没地東京都、身長175センチ、血液型 A 型、職業俳優、歌手、タレント、ジャンル映画、テレビドラマ。活動期間1967年、2011年、高校卒業後銀座で働きたい一心で農業機械の会社に就職するも、そもそも機械が苦手だった原田芳雄さんは約1年半で挫折し退社。高校時代に演劇部だった経験から1962年に入団した俳優座養成所を経て、その後の数年間は俳優座で活動することになります。その当時の原田芳雄さんについて、俳優座での先輩である市原悦子さんは後年に次のように述べています。言葉は多くないけど男性的ですっきりとして、我が道を行く人、人柄も近寄りがたさがあったけれど、頼もしくて仲間になりたいと思わせる人だった。デビュー当時は純朴な青年役を演じることが多かったようですが、1970年に公開された映画「反逆のメロディー」の主人公である塚田明役で、そのイメージを一新、長髪サングラスで、口にはくわえタバコ、素肌にジージャン&ジーンズ姿でジープを乗り回し、バーボンをボトルごとラッパ飲みする、そんなワイルドなアウトロー役が話題になり、一躍大ブレイク。その後も1970年の映画「新宿アウトローぶっ飛ばせ」、1971年には「野良猫ロック暴走集団71」や「関東流れ者」「関東幹部会」などで次々とアウトロー役を演じています。原田芳雄さんの中年期の映画には1970年代の若者がアウトローとなって社会から孤立しながらも、自らの生き様を変えることなく生きる男の孤独と悲哀を描いた作品が目立ちました。例えば望月六郎監督の「鬼火」は菱木ヒットマン三部作最後の作品、前二作で三浦友和さんや石橋亮さんが中年俳優としての新境地を開いた中、原田芳雄さんの出演はまさに真打ち登場といった感がありました。心優しきヒットマンが一度は足を洗うものの、再び殺人に手を染めなければいけなくなる顛末を描いた本作。しかし映画の公開は1997年、バブルもはじけヤクザ社会自体が閉塞する中、原田芳雄さん演ずるヒットマン自体のリアリティもなくなっていて、作品に時代に風穴を開けるようなパワーはありませんでした。原田芳雄さんにはバブル崩壊で世の中がささくれ立っていた1990年に制作された鬼才、若松浩二監督による我に打つ用意ありという作品もあります。この時に原田芳雄さんが演じたのは鬼火の主人公のように最初からヤクザのヒットマンといったアウトローではない役柄で、70年代の全共闘闘士がドロップアウトし、70年代を象徴する街新宿歌舞伎町でバーを営む主人公でした。よく言えば北方謙三や大沢有正のようなハードボイルドですが、見ようによっては1970年代のカルト映画「野良猫ロック」シリーズのオマージュのようなはちゃめちゃな映画でした。原田芳雄さんの作品は映画のストーリーや内容よりも彼そのものの圧倒的存在感、ライオンのたてがみのような髪、
鋼のような肉体、吐き出すような喋り方、獣のようにしなやかで暴力的な立ち居振る舞いが画面から溢れ出てきそうでした。そんな中、原田芳雄さんは1970年に明代さんという一般人女性と結婚。1968年、俳優座に所属していた原田芳雄さんは芝居の中で狂人の役を演じることになりました。役作りに熱中しすぎてしまい、大変苦悩していたところ、俳優座の制作部に勤務していた明代さんから、狂ったっていいじゃないのとアドバイスされました。このアドバイスが原田さんの心に響き、思い切って役を演じられるようになったことから、明代さんと親しくなっていきました。やがて1970年3月3日には、長男の原田健太さんを、1976年9月1日には長女の原田真由さんを授かったことで、できちゃった婚に至ったのです。しかし、俳優座時代の原田芳雄さんの給料はかなり安かったそうで、二人の新婚生活はつつましやかに三畳一間のアパートからスタートしたそうです。長男の原田健太さんは1990年にバンドパラダイスジャムでメジャーデビュー、1994年にはアルバムグロリアースカラーズでソロデビューを果たしたギタリストです。学生の時からギタリストを夢見ており、卒業文集でもバンド活動を宣言。その後、1982年に誕生日プレゼントとして初めてのギターを手にしました。そのギターの贈り主が伝説のロックバンドキャロルの元ギタリスト内海俊勝さんだというから驚きです。内海俊勝さんは当時、原田健太さんの父親である原田芳雄さんのバックバンドでギター担当しており、その縁から過去に使用していたギターを贈ったそう。ギターを手にした原田健太さんは音楽にのめり込み、さまざまなジャンルの音楽を演奏したいと6つものバンドを掛け持ちするなど、ギタリストとして本格的な活動を始めました。そして1985年15歳の時に、ミュージシャン桑名正宏さんのバンドにギタリストとして参加、プロのギタリストとしての道を歩み始めました。1989年よりフジテレビのバラエティ番組山田かつてないテレビへバンド山田かつてないバンドのメンバーとして出演。1991年頃からはミュージシャン吉川浩二さんのコンサートツアーにギタリストとして参加。他にも及川光博さんやデーモン小暮閣下、キンキキッズやピンクレディらのコンサートツアーに参加するなど、サポートギタリストとして活躍しています。また黒夢や江口洋介さん、イザムさんなどの楽曲のコーディングなどにもギタリストとして参加しており、多くのアーティストの楽曲に携わっていました。原田健太さんはミュージシャンとしてだけではなく、役者や声優としても活動していました。1998年には TBS ドラマ痛快ロックンロール通りに出演したほか、映画にも出演。1997年公開の映画キャッツアイキャッツアイでは、怪盗の女性3人組キャッツアイを追う若手刑事の内海俊雄役を演じています。なお、同作は同名漫画を実写した作品で、主人公のキャッツアイのメンバーである3姉妹を内田有紀さん、稲森泉さん、藤原紀香さんという豪華キャストが務めて話題になりました。2009年には映画ザ・コード・暗号に探偵569役で出演。また2011年放送のテレビアニメヘウゲモノやメタルファイトベイブレード 4D では声優を務めるなど、幅広く活動しています。長女の原田真由さんについてはあまり情報がありません。しかし女優として活動しているようで、主な出演作には2019年一度も売ってません。2018年半世界や日々これ口実、
2016年団地、2014年マホロ駅前競争局やバンクーバーの朝日などがあります。さて話題を変えましょう。もともと大の病院嫌いだった原田芳雄さんは定期検診などは受けていなかったのだとか。しかし2008年10月、急に胃の調子が悪くなり、翌11月に診察を受けたところ、早期の大腸がんが見つかり、そのまま入院してがんの摘出手術を受けました。約1ヶ月間静養した後、同年末から無事仕事に復帰しています。その後は抗がん剤治療を受けながら、翌2009年には NHK ドラマ火の魚に、2010年には自身が企画した映画大鹿村騒動記にと、精力的に俳優活動を続けていた原田芳雄さん。しかし2011年のドラマ高校生レストラン出演中、突如として病状が悪化し途中降板。これは原田芳雄さんの死後明らかになるのですが、実は最初に受診して大腸がんが発覚した時、すでにがんはかなり広がっており、ご家族には余命2年との宣告がなされていたそうです。結局原田芳雄さんの遺作となったのは、自ら企画し映画化を進めた大鹿村騒動記ね。原田芳雄さんが死去する3日前の2011年7月16日に封切られたといいます。そして一般公開の5日前である2011年7月11日、同作品のプレミア試写会で長女の原田真由さんが押す車椅子で登壇した姿が、原田芳雄さんの公の場での最後の姿となったのです。傍らには娘の原田真由さんと生涯の盟友だった石橋蓮司さんの姿も。この試写会では車椅子での登壇について、参加直前に腸閉塞と誤嚥性肺炎を発症していた上に腰部脊柱管狭窄症が悪化したため車椅子での参加となったと説明がありました。しかし実際には腰部脊柱管狭窄症ではなく、大腸がんの転移によりすでに歩行困難な状態で、話すことすらままならない状態だったそうです。そして遺作となった大鹿村騒動記の一般公開を見届けるようにして、2011年7月19日午前9時35分東京都内の病院で死去。直接の死因は肺炎で、亡くなる1週間ほど前に食べ物や唾液が気管に入り、主に口の中の細菌が肺に入ることで発症する誤嚥性肺炎を患っていたそうです。息子の原田健太さんが喪主を務めた原田芳雄さんの葬儀は、死後3日後の2011年7月22日東京都港区の青山葬儀所で営まれ、約2000人の弔問客が原田芳雄さんの死を悼みました。告別式では原田芳雄さんが生前愛飲していた長野県の地酒が蔵元の協力により参列者に振る舞われたそうです。また出棺の際には原田芳雄さんの門下生である佐藤浩一さん、江口洋介さんらによって棺が担ぎ出されたとか。今回紹介した原田芳雄さんの死去や家族に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。